こんにちは、マカロニです。今回は、台風10号の雲の発達具合を観察しに行こうと思います。台湾を出発して、サイパンに向かって飛んでいきます。ボーイング747で出発です。だんだん雲の量が多く黒くなってきました。あの雲の向こうには、ラピュタがあるはず、わら。これから雲に突入していきます。真っ白で何も見えない。雲を抜けましたが、さらに雲が。
覚か、レーダーなしでは生きて帰れない。と言いながら、一切景気を見ていない。気を取られ、大事なことを忘れている。いつの間にか、こんな低空を。必死に舵を切るが。